人の頭部、グレーの解剖学人間の頭部図1194、頭あるいは頭部は、動物の体の前方の後期、感覚器官、中枢神経系が集中して、特別に分化した部位である。目、耳といった、感覚器官や、接触器官である後期の複合した、前面部分は、特に顔と呼ぶことがある。頭部の付け根はしばしば可動性を有する、くびれた部分となり、 首と呼ばれる。人では、顔と首を除いた部分に頭髪が生えており、この部分だけを、頭部の他の部分から区別して、頭と呼ぶこともある。動物のすべてが頭部を持つとは限らない。海面動物や、コケムシ類のような固着性、軍隊性の動物や、四方動物のような放射総称の動物では、口はあるが、感覚器官は特に口のある部位の周辺に、 集中したり、そこで特別な文化が生じていることはない。また、中枢神経系自体もなかったり、あっても口のある場所で特別に発達しているとは、限らない。左右相称で口のある方向に運動する動物で、頭部の文化が生じている。動物が運動する大きな目的の一つは、食物の獲得である。前後方向に移動して、 活発に餌生物を捕食するようになった動物は、口の近くに餌生物を獲得する構造体を発達させ、この部位を前方に向け突進して食物を得るようになった。このような生活を送る動物にとって、口の周辺には食物を確認したり、危険物を察知するための感覚器が発達していると都合が良い。また、感覚器が発達すると、 ここから得られる、種樹の情報を複合的に処理する、中枢神経系がこの金棒に発達することになる。こうして、動物は口、感覚器官、中枢神経系を複合させた頭部を獲得したので、ある。ありがとうございます。